皆さんはこの世に、注射キルというよくわからないキルが存在していることをご存知だろうか。そう、何を隠そう私たちが実況してきたバトルフィールドには蘇生キットでキルをすることができるのである。そしてバトルフィールドの最新作、2042でもキルができることが判明。まあ私らが知らなかっただけ。そして、今回はそんな蘇生キットのリクエスト、シレットピストル縛りをやっていこうと思います。それでは1キルできるまで終わらないシレットピストル縛り、始まります。はい、ということで皆さんこんにちは。11月11日はチーカマの日。どうも霊夢です。棒状であれば何でもいいってわけじゃないからな、と思っているマリサです。今回は先ほども説明があった通り、ファルックのスペシャリストガジェット、シレットピストルでキルしていこうと思うよ。なんだかまともに倒せそうもないんだが、実験がてらに何ダメージ入るのか確認してみたところ、一発20ダメージ、5回当てるとキルが取れる想定だね。これの相談数6発なんだけど、簡単に言うとミスが許されないってことだね。積んだかも。ということで試合開始早々、B 拠点の確保ができました。いや戦車から降りろよ。だって移動めんどくさいし、比較的に乗車してちゃ倒せないだろ。まあそりゃそうだけども、このまま拉致して裏取りしようとしたのに。小ずるいことするじゃん。マリサがっちうるさいので下車しました。なんか私が悪者にされてるし。にしてもいいところで降りた。拠点的にちょうど前線の後ろにつけそう。あとはどれだけバレずに接近するかだな。ってことで C 拠点に来ました。拠点のど真ん中にいて言い訳ないよね。まあ拠点内に敵いないし大丈夫大丈夫。念のため言っておくが持ってるの注射器だからな。どっからその自信が湧いて出てくるんだ。まあさすがにずっとど真ん中に立ってるのもダメなので、建物の端で敵が来るのを待ちます。よいしょ、ここら辺で行くかな。お、ちょうど敵が入ってきたな。近くに来るまで静かにしておこう。お、だいぶ敵の足音が近くなってきた。でも上に上がられてんじゃん。まずいまずい。じゃあもうおしまいだー。であれ？なぜか撃ってこない。なんだったら気づかれてない？いやそれはないだろ。めちゃくちゃ目合ってたし。もしかしたら視野角1でプレイしてるのかも。だとしたら変人すぎだろ。え、本当にバレてないじゃん。これは最大のチャンスだったな。戦車もどうやらこっちに気づいてない。これはいける。なるべく敵にバレない背後が取れればいいんだけど。なんで反撃されないの？もうお前チーターだろ。え、もしかして私見えてない感じ？そんなバグある？ついにゲームの世界でも無視されるようになったか。おい待て、どういうこった？バン、バン、バン、バン。にしてもこれ当たらなすぎだろ。偏差がだいぶあるな。うわぁ、なんか詰めてきた。ってなんかめっちゃ見られてるし。うおぉ、これでも暗い。よし、2発頼むからもっと当ててくれ。なんかさ、どうした？無視されてるとかバグとか言ってたけどさ。うん、これ遊ばれてるだけじゃない？遊ばれる実況者爆弾。え、だってさ、もう脅威として見られてないよ。外見てるし。何この異様な光景。その割にちょこまか動かれてるから当たらないし。果たしてこんなのでキル取ってもいいのだろうか。ま、企画は企画、達成するならどんな手段だって構わない。いやそれ動画的にどうなんだ。うるさい。あい、この際動画の面白みとか知らない。全部ウプ主に投げとけばいいんだよ。頑張れウプ主。ってことでキルいただきまーす。いや諦めるんかい。なんであんなに倒せないんだろうか。あれで倒せなかったらもう無理だろ。いや、何か別のチャンスがある気がする。特に目の前の敵。あ、あの敵、はしご登ろうとしてないか。やっぱり、はしごなら絶対に当たるとかいう冗談は置いといて、次のチャンスはいつだろうか。今のが最後だよ。あ、ちゃんと狙われた。やっぱり遊ばれてただけか。よかった。本当にそれでいいのか。結局あの後はやられたので C2 へ向かいます。やはり敵と真正面から戦っても勝てないな。たとえ当たったとしてもレートが低すぎるし。え、この企画無理ゲーじゃない？またとんでもないリクエストが来たもんだ。やっぱり視聴者は苦しんでる霊夢が見たいようだな。全然嬉しくない件について。あれ、いつの間にか敵もいる。出てきた。おらおら、当たれ。2発ヒット。あと3発うわ、反撃してきた。逆ん、いやー、やっぱり倒せなかった。これは少し厳しいか。あの後特に成果もありませんでした。だいぶやられたがコツもつかめないままか。コツも何も注射器にエイムとかいらないのよ。まあ、霊夢。ここに7日分の食料は手配してもらったから、そんなに焦らなくてもいいんだぞ。ウプ主に感謝だ。元はといえばあいつのせいじゃね？そんなこと言ってたら敵の銃声がする。赤点敵に気づかれてないな。よし、今度こそ倒す。1発目、2発目。
ちょっと体力が危ないや。あ、味方が撃ち合っちゃった。そしてアシストキル。今回もダメか。手間だ敵残ってた。お、敵右だぞ。あ、今のが今までで一番惜しかった。最後の際当たっていれば。少し前進して B 拠点に向かいます。あとついでに残党兵の発見かな。もしいれば望みがあるからね。って言ってるそばからいた。よっしゃ、この遠距離狙撃を食らえ。知ってた。まあ無理だよねー。ってことで B 拠点、B 拠点。あれ、味方がここに固まってる。あ、そっか。ここから C 拠点行けるんだった。マップ構造忘れるなよ。あ、向こうにも敵が待ち構えてる。一応狙ってみるか。撤退撤退。あの距離だと全く立ち打ちできないな。おとなしく B 拠点に行った方がいい気がしてきた。あ、あれ、なんか、めっちゃいい感じの敵いない？体力が半分だ。しかもこっちには気づいてない。よし、バレずに行こう。一発、二発、三発、四発。あと一発なのに、絶対やられるなよ。よし、装填完了。よっしゃー。マジか、まさか本当にキルできるとは。どんな問題？7日もかからず一発で決めやがった。今頃悔しがってるんだろうな、ウープ主。多分無駄なショッキーで悔しがってる。ふぅ、なんとか1キルできたし、もうこれで安心だ。まあ試合は続いてるんだし頑張ってくれよ。比較的には終わってるからいいじゃん。そこは2キル目を目指せよ。とマリサがまたキルうるさいのでやっていきます。さっきの1キルカットしてなかったことにすんぞ。世界一怖い脅し文句やめて。よっこいせ、このドアから撃っていこうかな。ちょうど敵が来た。隠れた。出てくるまで起きエイム。いや、さすがに頭1個分は狙いづらい。この感じ的に詰められそうだ。正面はきついんだよな。正面以前の話だったわ。やっぱり、転居されちゃった。だいぶ圧倒されてしまったな。まあ原因は明白だけど。おっと目線が痛い。とにかく急いで無力化しなくては。あ、こっちジップラインないんだ。なんとか B 拠点には侵入できた。敵も少ないがいるな。敵にバレないように行こう。ソロウリ、ソロウリ。お。嘘？ 2 キル目できちゃった。絶対もうキルできないと思ってたのに。ほら、やっぱり切り上げなくてよかっただろ。うん、そうだった。この短時間で上手くなった気がする。よっしゃー、このまま B 拠点取っちゃうぞー。あの後、A 拠点ダッシュに奔走していたら負けました。いやー、まさか2キルもできるなんて思わなかった。だいぶ当てづらそうだったもんな。一番ヤバいのは偏差だね。もう中距離とか話にならなかったわ。20ダメージってのもそもそも低いしな。多分このゲームでトップレベルに弱いんじゃないかな。まあ武器ではないんだけどさ。武器じゃなくても戦えちゃう。そんなゲーム DF2042 Steam 版では今月12日午前2時、つまりこの動画が投稿されて約5時間後まで大幅セール開催中です。この機会にぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。あれ、この動画ってプロモーション含んでるっけ。と、ここから先はいつも通り、成績を見ていこうか。あ、今のツッコミは無視なんだね。それでは、今回の成績は ?3 キル18ですでした。ってあれ？なんで3キルしてるんだ？いやーちょっとそれはなんやかんやってさ。操作ミスった。ま、細かいことはいいか。ということで、面白かったよって人は、チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また X もたまに動かしているので、ぜひ概要欄からフォローしていってください。それではまた次回の動画で、さようなら。